ロブ・アイクスはアメリカのドブロ奏者。1967年に北カリフォルニアで生まれ、1992年にナッシュビルに移り住み、1994年にはプログレッシブブルーグラスバンドブルーハイウェイの創設メンバーとなる。ブルーハイウェイでの活動に加えてスリーリングサークルや自身のジャズトリオで演奏を行う。2011年、アイクスはアイビンマにおいて 13度目のドブロプレイヤーオブザイヤーに輝く。アイビンマはアイビンマ史上最も受賞した奏者として彼を認定している。2010年にはユナイテッドステーツアーティストによって USA ピーターフェローを受賞している。ユナイテッドステーツアーティストは毎年8つの厳しい基準によって50人の最も素晴らしいアーティストを選抜している組織である。二0 0年 アイクスは5枚目のソロアルバムとなるロードサングをリリース。このアルバムはピアニストのマイケル・アルベーと歌手のロビネラと共にレコーディングしたジャズプロジェクトである。彼はそれ以前にラウンダーレコーズからビッグテーマ、ホワット・イット・イーズ、スライド・シティ、ハード・タイムズの4枚のソロアルバムをリリースしている。アイクスはアンディ・レフト・ウィッチ、デーブ・ポメローと共にジャム・グラス、 アコースティックパワートリオのスリーリングサークルでも演奏やレコーディングをしている。スリーリングサークルは2006年にセルフタイトルのアルバムをリリースしたほか、2010年にはブラザーシップをリリース。また、2008年にはメルベーからスタジオ演奏の DVD コンテンポラリードブロアーティストリーをリリース。この DVD ではマンドリン弾きのアンディレフトウィッチとのデュオのほか、ソロ演奏。 ジャズピアニストのマイケル・アルベートのデュオ演奏などが収録されている。アイクスはジェリー・ダグラス、タッド・テーラー・プロデュースのグレート・ドブロセッションに参加した中での最年少プレイヤーである。同アルバムは1994年のグラミー賞でベストブルーグラスアルバムを受賞。また、アイクスはアリソン・クラウス コックスファミリーのアルバム I Know w h o Halls Tomorrow で1994年のグラミー賞でベストサザンゴスペルを受賞している。アイクスは様々なジャンルのミュージシャンとコラボレーションしている。例えば、メール・ハガード、アールス・スクラグス、トニー・ライス、チャーリー・ヘイデン、デビット・グリスマン、アリソン・クラウス、ウィリー・ネルソン、デイビット・リー・ロス、ドリー・パートン、パティ・ラブレス、ピーター・ローワン、ニアルトナー、 クレアリンチ、マリー・チャピン・カーペンターや、サザン・ゴスペルグループのザ・ダンナウェイズなどである。メール・ハガードの2007年のアルバムザ・ブルーグラス・セッションズにも参加。その他の有名なコラボレーションとしては、2009年にグラミー賞のベストブルーグラスアルバムに輝いた、R ・スクラッグス・ウィズ・ファミリーフレンズ・ザ・アルティメット・コレクション・ライブ・アット・ザ・ライマンや138週にわたり、 ビルボードのブルーグラスチャートに居座り続けた、アール・スクラッグス、ドック・アトソン、リッキー・スキャックス、ザ・スリー・ピッカーズなどである。また、アイクスは2011年に、マーク・トゥエイン、ワーズミュージックで演奏。この CD は、マーク・トゥエイン・ボーイ・フット・ホームミュージアムの協力と、カール・ジャクソンのプロデュースによって実現。この CD では、クリント・イー・ストウッド、ジミー・バフェット、ギャリソン・ケーラー、 ブラッド・ペイズリー、シェリル・クロー、ビンス・ギル、エミル・ハリスらが参加。ドブロのワークショップや指導における活動として、アイクスは2007年よりナッシュビルで開かれている教育イベントリスオンサミットの創設者であり、プロデューサーである。このイベントは3日間開かれ、様々なクラスが開かれ、100人以上が参加する。また、アイクスはナッシュキャンプ、ソーア・フィンガーズ・ウィーク、 ロッキーグラスアカデミー、ウィンサーグラスアカデミー、ヨルマカウコネン、エスファーピースランチギターキャンプといったキャンプでワークショップのインストラクターを務めている。ありがとうございます。